はい。2、1。総員配置につけ。というわけで今回は初春です。マッチングがこちらは六月2席とこの初春で、向こうが海外艦4席か。駆逐では結構な戦力差でしょうか。日本の駆逐艦は魚雷と隠蔽性で勝るものの、海外艦は砲撃で勝ります。つまり魚雷メインで戦うのね。そうですね。隠蔽を保ちながら魚雷を撃ち続けるのが理想です。しかしながら、砲の威力は強いので砲戦も行えます。砲戦か。はい、そうです。でもさっき海外艦の方が強いって言ってなかった。その通りで、砲は全体的に見れば海外艦が強いです。ただ六月以降では同ペアの駆逐艦よりも砲の威力は高いんです。じゃあ砲撃メインでいけるのか。そういうわけでもなく、砲の旋回速度、連射速度で劣ります。じゃあ全体的には海外艦の方が砲撃は強いんですね。そうです。ただ日本艦でも砲撃はできます。戦艦と1対1をするときなどは場合にもよりますが、砲撃を混ぜることでダメージや火災を狙えます。そしてこの初春は、上級射撃をつけてます。上級射撃なの、高端専門家が一般的じゃない？はい、レベル4のスキルは高端専門家が一般的です。しかし体力を2800増やすよりも射程を伸ばすことにしました。大駆逐はきついんじゃないか。まあ、その通りなんですけどね。ただ、射程を伸ばすことで戦術の幅を増やすことができます。まあ、ここは人それぞれなんだね。そうですね、スキル自体好みが分かれますからね。いろいろ試してみるのも面白いと思います。よし、じゃあ実況に戻るよ。今回は断層戦なのね。初っ端からマップの中央に突っ込むんですか？はい、そのつもりです。集中砲火食らうんじゃないの？大丈夫です。向こうの駆逐艦は全部海外艦、ということは、隠蔽距離で優位に立てるのね。そういうことです。敵を見つけてもこちらが見つからないように立ち回れます。そして今回空母もいないので発見されることは限りなくないです。空母がいる場合は立ち回り変えてます。じゃあ今回は隠蔽のまま戦えるということだな。はい、そのつもりです。前方に敵不走ね。魚雷撃つ。まだ魚雷の射程外です。なんか音大丈夫。なんかおかしいですね。多分すぐ治ります。ってなんで古鷹がついてきているんだ。え、あれ、なんででしょう。動画に映りたいんじゃない。多分援護にでも来てくれたのでしょうか。古鷹の隠蔽距離は、12.2 キロだったはず。え、じゃあもう見つかってるの。はい、そうですね。巡洋艦が開幕ここに来るなんて新たな戦法なのでしょうか。古鷹に砲撃行ってますね。案の定ね、流れ弾が来るのが嫌なんですけど。このまま面舵取って下がってくれないかな。初春の隠蔽距離は 6.8 キロだったよね。あのグネグヌイが7キロちょいだな。隠蔽状態を維持するため減速するわけにもいきません。そろそろ魚雷撃っちゃいましょう。魚雷1番、続けて2番発射。よし、一旦離脱しましょう。この古鷹もきっとそうしますよね。古鷹を面舵取ってませんよ。え、なんで取り舵取ってるんですか。花江さん落ち着いてください。流れ弾鳴らしたわね。それ、花江艦長を守るんだ。円幕使ってあげているんでじっとしていてくださいよ。でかいつまで取り舵取るつもりなんですか。どうだ、戦艦からの攻撃を守ったぞ。そもそもこっち隠蔽状態だから敵に狙われないんだけどね。花江さん、僕も活躍見てくれた。うん、ちょっと何してるのかわからないです。早苗人気だね。私、こういう人苦手なんですけどね。仕方ないです。撃ち方はじめ。撃ち方はじめ。2番砲塔が変なとこ向いてたな。砲の旋回終わり次第発射してください。初弾に発明中、もとっと砲をやったわ。1番撃て。どうやら円幕張ったわね。このまま古鷹も逃げれるでしょうか。逃げ終わったらチャットで説教しましょう。敵グネグヌイ再発見。消えましたか。こちらも発見状態になりました。このまま何もなければいいんですが。お、あの長戸に魚雷いけるんじゃないの。古鷹が邪魔ですね。花江さんのためにも俺は前線で戦うぜ。変なこと言ってないで下がってくださいよ。マイハミーって、わら、知りません。魚雷一番長戸に。果たせたんじゃないんですかね。おう、敵マハンが接近してますよ。2番はマハンの牽制用に。2番、マハンに発射。よし、急いで離脱します。見つかったけど撃ってこないね。まさか、優しさでしょうか。撃ってきたら撃ち返します。撃った、反撃を。1、2番発射。装填終わり次第随時発射で。了解。
敵に2発の弾着、火災との時をやったわ。こちらの被害は、の時がやられたけど最後の成功のスキルで高校に問題ないわ。飛行撃ってるぜ。外したか。敵弾クルーは、今。避けれましたね。岩で射線が切れました。この後は西に向かいましょうか。それが妥当かな。いいんじゃない。じゃあ進路西に取ります。進路北、3、丸。要素ロー、セサナエ、艦長兼ソーダッシュだったね。一人で復唱するのはなんか悲しいのでしませんか。艦長とソーダッシュは別にしたいですね。あの魔反自陣に来そうかしら。ここは魔反の対応をしましょうか。進路は北側方面。魔反の後ろに味方の巡洋艦がいるので強めに攻めれます。牽制になるかわかりませんが魚雷撃ちましょう。魚雷一番発射用意、発射お願いします。撃てー。大きく面舵取って魔反を追いかけます。この際出しも時の回復を進言するわ。おうですね、お願いします。応急修理班開始。よし、あの魔反を追います。今は島で車線が通りませんが、通った瞬間撃てる用法の整備お願いします。了解、いつでも撃てるようにするぜ。敵が見えた瞬間私の指示を待たず砲撃お願いします。あやいまむ。そろそろ敵が見えます。2番砲塔旋回中、少し時間が必要だ。わかりました、面舵で旋回の手助けをします。撃て。装填終わり次第順次発射お願いします。あいまむ。偏差が足りなかったか。全問正解。と言っても4問だけなんだけどね。戦隊 A だと砲が1問多くなるんですがね。味方の攻撃で敵魔反の弾薬庫に誘爆した模様。よし、今の戦況は、艦の数で一隻負けているものの挽回はいくらでもできます。わかりました。あの巡洋艦は止まっているのでしょうか。そうっぽいね。じゃあ迂闊に前に出れませんね。あ、今もう一隻やられました。ミニマップのこの駆逐艦ですか。進軍やめる。いえ、まだ大丈夫です。今は味方の巡洋艦と共に敵の駆逐をやりましょう。撃ち方はじめ、撃ち方はじめ。敵艦を大きく外れたコースか。社内艦長、減速を面舵取るんですか。敵巡洋艦が更新かけてきているので一旦距離を取りたいところです。敵船船からの砲撃来るわ。機雷、ここは煙幕使います。艦を停止させて煙幕内射撃を行います。さっきの攻撃で砲がダメージ受けたけどどうする。追撃は来ないと思いますが通常での復旧作業をお願いします。あやいまむ。ダメージ受けてない2番砲での攻撃お願いします。あやいまむ。撃てー。少し変化甘いか。2番砲塔の修理完了。2番発射。で味方の攻撃で敵駆逐艦の弾薬庫が誘爆、艦尾左舷方向にグネグネ補足。撃ってください。1番発射、続けて2番。砲の装填完了次第どんどん撃ってください。あやいまむ。計2発の弾着を確認。1番発射、続けて2番。計1発の弾着ね。倒したら次は計2狙ってください。わかったぜ。とどめは味方さんですね。ケイニヒスベルグに照準よし。撃ってください。1番、そして2番。戦況は艦の数で一隻勝っています。でもまだ油断はできません。ケイニ発の弾着を確認。そこそこのダメージね。またしてもケイニ発の弾着を確認。前進し始めましたね。なかったか。32だけ残りましたね。では反転して追撃しましょうか。座礁しない。駆逐艦の旋回半径なら大丈夫です。お、大丈夫だった。艦長、西の味方の戦線が下がっています。そうですね。もしかしたら応援が必要かもしれませんね。とりあえず近づいてみます。
アルペジオ混合の耐久が見えたわね。耐久的にもこちらが有利なので打ち負けることはなさそうです。ここは味方に任せて一気に北上して敵陣地へ向かいます。エンジンブーストお願いします。了解、エンジンブーストしよう。そういえば今回からキャラの構成がされています。ネタを挟むよりも軍艦に乗ってるならこっちの方がいいかなって思った次第です。私は統制が取れるのでこっちの方が良かったりします。そこら辺は何かあればコメント欄にコメントしてね。前に味方長門と妙高がいますね。西に向かってるようですね。西方面に敵武装発見。距離約15キロね。相手の耐久も満タンですし、魚雷当てに行きましょう。味方より入電、西の敵アルペジオ混合を撃沈したとのことです。よし、このまま一気に畳みかけましょう。あれ、艦長的武装はいいんですか？あれは味方の戦艦が何隻かいるのでその方が相手してくれるでしょう。それよりあの瀕死の巡洋艦に攻撃指示を。その旨を味方に送りました。お、攻撃してくれていますね。敵艦2の合金を確認。お、ナイスです。我が軍が優勢になりました。進路3、4、丸。味方の戦艦にぶつからないように舵を微調整します。お、あれは、敵をマハだな。どうやら艦長不在のようだな。それは好都合ですね。駆逐艦の天敵である巡洋艦がいなければ楽に立ち回れます。敵をマハとの距離 13.1 キロ。飛行の射程外ですか？上級射撃つけてても届かない距離だな。出破射程に入り次第で相手陣地に敵長といますね。距離10キロ切ってるね。魚雷の有効射程内に捉えているわ。では島影から出たら魚雷撃ちましょう。魚雷発射艦1番、2番用意。1射目は強角、2射目は広角でお願いします。1番、続いて広角で2番発射。艦長、敵をマハ射程内に収めています。攻撃お願いします。アイマム。艦長、今の発砲で敵にこちらが発見されました。問題ないです。艦の向きを縦にしているので当たる面積を最小限にしてます。攻撃は継続でいいのか？はい、そのまま継続してください。敵艦接近してます。艦をもっとまっすぐに立てます。第一飛行被害を受けました。艦のダメージは耐久は全く問題ありません。わかりました。敵をマハへの攻撃を集中してください。装填終わり次第撃ち続けてるぜ。お、長門への魚雷がいいコースですね。ただ少し艦立てられちゃってるね。一発でも当たればよしとしましょう。敵長門へ魚雷1発の命中を確認。お、もう体力がミリですね。マリサさんとどめをしてください。これで沈められるか。1発命中したもののダメージなし。座礁回避します。敵長門の撃沈を確認しました。飛行当たってないし純粋ダメージですね。次はあの扶装をやります。魚雷装填まであとどれくらいですか？7秒ね。では装填完了次第発射お願いします。了解したわ。装填完了。強角と広角でお願いします。アイアイマム。1番発射。続いて2番広角に設定。発射。ではあのマハをやります。面舵とルンデ砲の照準愛次第砲撃してください。了解した。1番発射。2番旋回急げ、そして発射。装填完了次第やってください。1発の弾着。1番撃て、そして2番。本艦への魚雷の接近を確認。このコースは当たりません。攻撃を継続させてください。1番撃て、2番も撃て。武装への魚雷2発命中、撃沈しました。おまはへの着弾を確認、合金を確認。お、勲章連続攻撃を取得しましたね。よろくに撃てて。敵巡洋艦を撃沈。味方の戦艦の砲撃で敵よろく沈黙。レーダーからの敵の艦隊の消失を確認。本海域は我が軍が抑えました。堂々の勝利です。戦果は3隻の撃沈でチーム内ではスコアは2番目。お、いい戦果だな。耐久が無駄に余っちゃったわね。今回は安全第一を考えました。詳細ダメージはこんな感じです。よだめは4万ちょいだね。しかし今回は中央での牽制を行えたので満足です。ではここまでのご視聴、ありがとうございました。